いやー、これはいいものですな。モナリ焼きの皿でここまで状態がいいものはなかなか見つからない。釉薬の模様も美しいですね。他に趣味もないものですから、骨董品だけは凝っちゃって。なーい、棚に飾ってあったコレクションが全部なくなってる。私はソラ。夫のコウジの実家で義両親と暮らしている。趣味は骨董品収集で、特にモナリ焼きは大好きな焼き物だ。柳さんは義実家の親戚で、時折こうして私の収集品を見に来ている焼き物好きである。そして明日からはモナリ焼きの本場に旅行に行く。焼き物好きとしてこんなに楽しい旅行はないわ。ソラさん、旅行の準備は万全かな？はい、お父さんにもお皿とか買ってきましょうか？俺は焼き物に興味ないから気にしなくていいよ。ソラさんは若いのにいい趣味をしてるな。俺も今度博物館にでも行ってみようかな。その時はご一緒しますよ、お父さん。ペン、あんな古くて汚い壺や皿を家に置かれちゃこっちはいい迷惑よ。お父さん。いいだろう、母さん。ソラは僕たちの部屋にしか焼き物を置いてないんだし。そうだぞ、わさび。お前は家事をソラさんに押し付けて一日ゴロゴロしてるだけじゃないか。人の趣味に口出しする資格なんてないだろう。お前がやってることは嫁いびりだぞ。まあ、お父さん落ち着いて。嫁に来た以上趣味なんてしてて家のために尽くすべきよ。私たちの時代はみんなそうしたものよ。お前は嫁に来てからもパチンコばっかりやってただろうが。義母は趣味を家族に褒められる私が気に入らないようで、よく小言を言われている。ことが起きたのは旅行から帰ってきた日の夜だった。ただいま。最高の旅行だった。早速買ってきた焼き物を棚に飾ろうった。あれ、なーい、棚に飾ってあったコレクションが全部なくなってる。お母さん、私の焼き物は。あれね、友達が家に遊びに来てね、ちょっと見せたら欲しいって言うから全部あげちゃった。一体何の騒ぎだ？父さん、実は。何？わさびがソラさんの収集品を全部あげてしまった！なんてことをしてくれたんだ、あいつは！すまない、妻の落ち度は俺の責任だ。弁償するから金額を教えてくれ。ソラさん。お父さん、お気遣いありがとうございます。でも気にしないでください。おかしくなっちゃってる！かわいそうに。よっぽどショックが大きかったんだろう。コージー、俺たちがしっかり元気づけてあげなきゃいかんぞ。ああ、父さん、わかったよ。数日後。なあ、本当に大丈夫か、ソラ。あれ以来焼き物を飾らなくなったし。そっか、コージーにもお父さんにも心配かけてたんだね。ごめんね、訳を話すからお父さんを呼んできて。実はちょっとした事情があって、弁償の申し出はお断りしたのだが、その理由を伝えていなかったせいで心配をかけてしまった。コージーとギフには改めて理由を説明した。実は丸々もちもちで。というわけで弁償はお断りしていたんです。なるほど、そういう事情があったのか。コージーもソラさんもその理由についてはわさびには伏せておいてくれ。理由をして軽く考えられても困るからな。一方、義母のわさび。くそ、パチンコ打とうにも資金不足だわせ。ソラの骨董品も質屋で二足三文にしかならなかったし、きっと押し入れとかにもっと高いものをしまい込んでるわせ。今度一人の時にそれを売りに行ってやるわせ。それから半年ほど過ぎたある日、私の好きなお宝鑑定の番組を見ていると。さあ、次のお宝はモナリ焼きの大皿です。おお、これはいいものですな。おい、コージ、あれって。ああ、ソラの持ってた皿にそっくりだ。鑑定価格はなんと出ました、1000万円。これはすごい。しかもこの価格はオークションのスタート金額です。競りが始まれば何倍も跳ね上がる可能性がありますよ。わかりやすく動揺してる。お
前が友達にあげてしまった皿は軽々しく他人にあげていいようなものじゃないのがこれで分かっただろう。他の焼き物を早く返してもらってこい。こんな番組インチキよ。質屋に入れたけど二足三文でしか売れなかったのに。質屋に売った。しまった、熱い口が滑って。貴様、友達にあげたというのは嘘だったのか。ピンポン、テレビ見たか。ソラさんの持ってる皿を見せてほしいんだが。って何この空気、指示に流しただと。何を考えてるんだ。半年も経てば現物は質流れして取り戻すのは不可能だぞ。一体どうやって責任を取るつもりなんだ。嘘、ソラさんごめんわさい。わさしとんでもないことをしてしまったわさ。お母さんいいんですよ。だってあれは謝って済むような金額ではないだろう。1000万だぞ、1000万。どうするんだ。わさしのお金はパチンコに使ってるから返せるわけはないのよ。お前にはほどほどアイスが尽きた。離婚だ。そんな皿一枚で大げさよ。古い汚い役に立たないものは処分されて当然なんだろ。お前は頭が古い、性根が汚い、役に立とうともしない。処分されて当然だな。コージ、母さんがきちんとけじめをつけるつもりがなければ僕も親子の縁を切る。パパーとして何年かけてでも返すから。だから離婚と絶縁はやめてください。それ以来義母は毎日クタクタになるまでパートをして、帰宅後はそのまま眠ってしまっていた。さすがにかわいそうに思えてきた。お父さん、そろそろ本当のことを話した方が。本当のことって、ソラさんが部屋に飾っていたのは全部レプリカで、売っても安いのは当たり前だったって話のことか。それを教えてまた今までのような傲慢な性格に戻らないとも限らんよ。今まで家事もせずパチンコに明け暮れていたんだし、働いていた方が心身の健康にはいいさ。嫁いびりができるくらい元気だったんだから、このまま隠しておこう。でもパート代をレプリカの料金以上に受け取るのは心苦しいです。わさびに渡すとまたパチンコ代に消えるかもしれんからな。ソラさんとコージで預かっといてもらって、何か起こった時にわさびに返してくれると助かるが、お願いできんか。そういうことなら喜んで。私は焼き物を捨てられる心配がなくなり、また部屋にコレクションを飾ることができるようになったのだった。